ケージは1968年に制作されたアメリカ合衆国の映画。原作はロデリック・ソープのザ・ディテクティブ、ゴードン・ダグラス監督作品。ジョーリーランドケージはホモが殺された事件の捜査を担当し、有力な容疑者フェリックスを捕まえた。気長に彼を調べ上げ、犯行を実況させる。リーランドは功績を認められて警部に昇格するが、心から喜べない。 というのも、妻カレンは病的な指揮状況なのだが、妻が不憫に思われて離婚もできない。フェリックスが処刑された時、経理士のコリン・マキーバーが競馬場のグランドスタンドの上から飛び降り自殺をする。だが、マキーバーの妻のオバは、あくまでも他殺だと言い張り、リーランドに捜査を依頼してきた。新たな捜査が始まり、二人が会う機会が増え、いつしか噂されるようになる。 リーランドが捜査を続けていくうちに、死の役人たちの中に公用地の不正売買をしている者がいることを発見し、これにマキーバーが関係していたことを突き止める。そして、ホモ殺人事件の犯人はフェリックスではなくマキーバーであることが判明する。リーランドにとって致命的であった。彼はすべてを公表して辞職し、私立探偵として再出発する。 カッコ内は日本語吹き替え、ありがとうございます。